はい、どうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、暮らしの中で生じる肩こりということで、普段の生活の中で行っている行為が肩こりの原因となるということがありますので、この点について解説をさせていただきます。その例えば一例なんですが、まず肩ですとか、こう指の使いすぎがですね、肩こりを招いてしまうということがあります。これはどういうことかというと、例えば過度なスポーツですとかピアノ演奏、それから過度に筆圧をこうぐーっとかけて書いてしまう、あるいは長時間の書き物ですとか、あとスマホや携帯ゲームですとかタブレットのこう操作をする、あるいはまあ通常のパソコンでもキーボードですとかこうマウスの操作をするということで、肩や腕や指をですね、酷使してしまうと、自覚しないうちにですね、腕の筋肉が緊張を起こしてしまって、そうすると腕って結構実は重みがあるんですよ。3から4キロ。だいたい生まれたての赤ちゃんぐらいあるというふうに言われてますので、この重みがですね、肩にこう集中してしまって、これでですね、肩こりを招くように動きが悪化してしまうということがあります。で、あと加えてですね、メガネやコンタクトレンズが合っていなかったり、あとテレビやパソコンやスマホの画面をこうずっと長時間見続けるなんていうことですると、今度は目や首を使いすぎてしまいますので、そうすると頸椎のこれ緩やかなカーブがあるんですが、ここがですね、失われてしまうということなんです。そうすると今度何が起こるかというと、頭ってだいたい5キロぐらい、ボーリングのボールぐらいあるというふうに言われてるんですが、これがですね、頭の重みが一気に肩にこう集中的にかかってしまって、これも肩こりの原因になってしまうということがあります。で、こういうふうに何気なく普段行っている動きの癖がですね、不良姿勢ですとか肩周りへのこう過剰な負荷をですね、によって肩こりというふうにつながってしまうことがあります。で、特に日頃デスクワークが多い方ほどこの傾向が見られるために特に注意が必要ですので、ぜひこのあたり参考にしていただけると幸いです。で、この点を踏まえた上でここからは無意識の中で生活の中で使っているものが実は肩こりにつながるということがあるので、その解説をさせていただくんですが、例えば自分の体に合っていない生活環境がですね、その原因になるということが実際あります。これは日々の暮らしの中で使用して、例えば椅子ですとかテーブルですとか、こういうのは自分に合ったものでないと姿勢の崩れとか猫背をこう引き起こしてしまって、これがですね、肩周囲への過剰負荷と肩こりにつながってしまうということがあります。この状況、特にコロナのことがあったので、それによってですね、テレワークですとかオンラインミーティングをするという機会が増えましたので、それがより拍車をかけているというふうにも言われています。で、例えば実例として出社ですとか作業し始めた頃にはそんなに感じていなかったのに、進むにつれて肩こりですとか首の痛みがより悪化したような気がするという方、あるいはデスクワーク環境が整っておらず、家のダイニングテーブルですとか子どもの学習机ですとか、あるいはこう床に座った状態でそういうのを行っているという方は特に要注意というふうになっております。で、さらに生活環境という観点からは寝具って実はとても大事なんですが、特に高さですとか硬さが合っていない枕がですね、肩こりの原因になるということがあります。こういうふうに崩れた寝方ですとか座り方とか立ち方というところはですね、不良姿勢や肩周りの過剰な負荷による肩こりにつながってしまうということがありますので、ぜひこの点も注意していただければというふうに思います。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。